山口県下松市立花岡小学校6年生たちへの語りの授業、桜井美希は日本の語り手、東京都出身、1958年毎日放送にアナウンサーとして入社。その後、フリーアナウンサーを経て語り手となり、NPO 法人語り手たちの会の理事長を務めていた。現代社会において豊かな言葉の文化の復権と温かい、 人間関係に根差した情緒の育成を目指し、肉声で言葉を伝えることの重要性を唱え、ストーリーテリングによって、それを実現しようと活動していた。語りのセミナーなどを全国で行うほか、語りのコンサートを多く開いた。幼い頃、大場の語る鏡の昔話、下切り雀を楽しみに聞き、父が語る、小敷物語も好きで、 聞いて覚えたものを幼稚園で語る子供だった。小学校では、フランス家庭童話集の魔法昔話を教室でたびたび語っていた。1958年、早稲田大学第一文学部哲学科を卒業し、毎日放送へアナウンサーとして入社。ニュースをはじめ、各種番組を担当する。後退社し、フリーアナウンサーとして、東京のラジオテレビ各局にて、インタビュー。 司会を担当した。1969年、11年間のマスコミの仕事を離れ、家事、育児に専念し、この時から地域活動に参加。1971年、自宅に家庭文庫、夕焼け文庫を開設し、子どもたちへ本の読み聞かせと語りを始める。1977年、子どもと作る生活文化研究会設立、世話人となる。 同年、語り手たちの会設立、代表となり、各地のボランティアの語り手と手を結び、地域で子供に語る活動を進める。1987年から13年間、立教大学文学部非常勤講師を務める。1988年、語りの活動により、来島竹彦文化賞受賞。1993年、アメリカのストーリーテリングネットワークを訪問。 以後世界のストーリーテラーたちとの交流を深めている。1977年から現在まで語りのセミナーを開いている。また、NPO 法人語り手たちの会理事長を務め、日本交渉文芸学会会員、日本昔話学会会員としても活躍している。また毎年秋には、大見学堂、または松明堂音楽ホールで語りのコンサートを開いている。 ありがとうございます。